引き続き五つ星料亭を目指してやっていくか。ゴーゴー。おおお、初めての2桁点。さすがやるで、がんべ。終わったぜ。使いまくってるもんな。五つといえば、あ、呉服屋。そう、ついに。俺すごい優秀なんですよね。あ、そうなんだ、うん、全部これにしたいぐらいなんですけど。また処刑場が苦手なんだ。いいじゃん、藍染めのさ着物売っていこう。で、ここを高級に、ついに高級料理来た、うん、一流料理人料理なんだ。うわ、処刑場や、そりゃそうだよ。そう、菊之助の風評被害立てるのも結構優秀なんですよね。戦闘が弱い分こういうのが優秀なんでね。いいね。じゃあこれで将軍の願いはおそらく叶うであろう。みんな火事も消したし、まだこんな少ない人数でやってんだよ、うん。火事の終わりは切ないの。火事を消したらこうなんか儲かるとかはないんだよ、別に。ないですね。ああ、ただ人気者になる。お、あ、来た。お、おー、ハリマ妖怪か、また。あ、行ってもいい人。まあ、行きましょう。行っちゃおうか。いいじゃん。おや、お、なんだ謎の、おお、生きてる。うん。ビビットのハートがヒートアップしちゃってるわ。元気なさそうに見えるけど、ヒートしてる？金蔵様。ああ、金蔵様。あ、よかった、彼女できた、ほら、うん。あんな攻め方をされるとは思わなかった。一体何だった？エガちゃったら全く。知りよね。攻め方です。あ、おっと。守り方。エガちゃんに守りは無理だね。無理だね。あ、ファンか、うん。金蔵のファンか。これチャンスだ。あれ？なんだなんだ。あ、あ、まずいぞ、でも。うん、菊之助に取り付くんじゃない？さっきの女性が。ああ、うん、あ、そっか。なんかモテモテじゃん、金蔵、モテキ。ちなみに、うん、彼女がここら辺にいると火事が多発します。そうなの。はい、なんだ、まあ、でもチャンスです。やはり霊ではないのか。あら、火事が多いということは、うん、あの凱旋強くなるので。そっか、やっぱ男なのね、うん、一応菊之助は。くんくん、あら、書かれちゃってる、菊之助に。あー、言いそう、うん、言いそう。いや、そう、生きてる、うん、あ、あー、火事か、うん、なになに、おへくさい、能力者？メラメラメラ。いやいや、能力者？お七は。お。あ、嫉妬の炎？そう。わー、怖い。明暦の大火起きるね。あ。どこが火事なの？今回は。わー、やべえわ。あ、嫉妬の炎で、奉行所が焼けた。うん、なんだって。あ、何？能力者だよ。スタンド使えよ。あ、愛人ってことは本命がいるの？あれ、奥さんいるんだっけ？いや、その話じゃないね。愛人、うん、はい。あの、清純な、清純な割には、この前、菊之助を押そうとしたけどね。あ、あら、なんだなんだ、はい。一応、菊之助本命なのかな、今。そうね。とりゃー、どうなんだろうな。で、男だとしたら。あ、いや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 、今まで消してたじゃん、火事。いや、威嚇してもどうにもならんって。あ、何その理論、やめてくれよ。よー、我々が作った江戸を燃やさないでくれ。いやー、あ、気づいてないの二人は。いや、気づいてる。あ、気づいてんのね。あ、あ、崩れちゃってんじゃん、ほら。あ、崩れちゃった。なんてことしてくれんだ。減ったか、建物。物見やぐら、うん、はい。あ、なに、あー、そっか。どうせなんか、こう、なんか、好意あるふりをして近づいたんだろ。そうだ、私も聞かせてもらうぞ、後で。そこに曹操も加わる。いや、しかし、どうだろうな。あの女性の妄想かもしれない。まあ、ちょっとあれかな。道でちょっと助けてもらった程度の、それか。なに、大丈夫？仲間になる、この人。負けない、ほら。いいじゃん、ちょうどいいじゃん、ほら。美しいじゃん、この人。不調。ああ、これなんかあったんだ、過去に。なんか間違いを犯したんじゃないの？大丈夫？うん、なんかお酒入ったら弱そうだしな、金蔵。あ、透けてるよ、透けてんじゃねえか、やっぱり。おい、おお、そうで、妖怪より恐ろしい。ガチじゃん。そうね、幽霊の方が妖怪より怖いな。モテるんだ。なんかやっちゃったんだね、はい。じゃあ、外出、どころからどっこい、まだ大人気じゃん。あ、秀吉をね、うん、あー、もうお亡くなりになったんでしょ。あー、まあ、定番で片付けた定番で。あ、まあ、仲はめっちゃ悪いんでしょうね、うん、あー、確かにな。そうか、出世がね、成り上がりという。あー、なんかやったね、これはね。何、ちょっとバカにしたんでしょ。まあ、男前ですかね。ねえ、いや、秀吉も男前でしょ。違うの、なんか言ったことなんだなんだよ。
なんかストーリーも進んでくんだね。街を作るだけじゃないんだ。なんだなんだ、誰だ、うわ、お前は誰誰、知ってる、あーなんだ、誰幽霊にも好かれるとはいいやつだよ。あ、うわうわ怖っ。あ、あれ、あら、よかったじゃん。どうする、え、なんだ、すごい実写みたいな矢印出たわ。あ、許す、怖っ、許す、おめでとう、合ってる、合ってます。あー怖っ。あ、いいよ別に、うん、金蔵が面白いところも見たかったけど。あ、よくわからないけど、あれ、外れくるってことかな、二股かな。あー、うん、まあまあ怖いな、消えたし、うん、お七、さあ、まあまあいいでしょう。さて、じゃあ外星、そうだ、また新しい妖怪来たよ、破壊神、まあ、あんなとこまで難易度 B か、うわ、大丈夫、破壊した別かな、なんだよおめえだよ、恨めしや、行きますよ、うわめっちゃ増えた、助けに来ましたよ、あー嘘、グマモモ、これが難易度 B たらゆえんか、めっちゃ増えんだ、全然そこの程度です、あー言うて時間がかかる程度、そう、今はね、あ、今はテストライクは最高、まあ、最高テストライクぐらいはお見せして、皆さんにもね、破壊しよう、破壊したー、つれー、オッケー、お疲れ様でした、いいね、破壊し、お、なんだ、あ、来たわ、素振りをしない、よし、部下が強くなると、金蔵にも、あ、頑張れ、強いなー、で、今回も頑張りましたんで、じゃあ、うん、またやっていくか、それでは、バイバーイ。